タオルが完成しました。よーい、きた。はい、ということでタオルこちら、じゃじゃーん。いや、かっこいい、超いい。ということで概要欄に貼ってあるので、ぜひ皆さんチェックお願いします。お願いします。はーい、でーす。さあ、次。ひどい、ひどいなー。うるさい、2勝8勝だ、16勝。おい、チャクラ、チャクラ取られる。128勝。おー、めっちゃやる。あ、すげー、356勝。うわー、すごいな。発揮賞回転、撮影だからね。火炎放射、撮影だ、撮影だ、勝ちやん。一人だけ勝ちやん。勝ちやん。久しぶりにちゃんとホラーナイトやるっていうか、えげつないの続いてたじゃん。うん、そうだね、嫌なやつですよね。今回はよくやってた、あの一個一個日常で起きてたやつちゃんと紹介するっていう。そうだね。あー、ちゃんとしたやつ。あー、懐かしいやつ。正規のやつ。正規品。正規品の方を。ちょっと待って、絶対テンション間違えた。まずはこちらの動画をご覧ください。たぶんあれなのよ、さっきからさ、うなべんがもう取り憑かれちゃったみたいでさ、どうもバカみたいに声聞こえてんの。うるせえ、家が霊気になるよ、お前。そのやばいよな、聞こえ方やばい。一人だけめっちゃ聞こえるおかしいもん。今日恭平も聞こえてるからまだ安心感あるんだよね。いや、稲面多すぎよ、お前。チューニングすんなって。誰も聞こえてないのに声する。俺分からんもん。馬面も結構聞こえてるよ。ベーコンは全くない。俺はとたまに結構聞こえちゃってるよね、多分ね、これ。馬面も聞いてるよね。煽ると冷静に怖くなるから。マズラとコラボした時にマズラたちがガチで焦ってたのでそれを撮ってたんですけど、その時にこの前お話しした大輝が体調崩して上で寝込んでて視線を感じてなんか女っぽい影を初めて見たっていう、その時の下の映像なの。稲面がマジでビビってたね、その時は。マズラもちょくちょく聞こえてんだけど、なんかもう怖くて言えなかった。マズラから言ったよ。そのうちコラボとかまたすると思う。おお、カモンカモン。皆さんお楽しみに。2個目の映像をご覧ください。どうぞどうぞ。また恭平さんが声聞こえたみたいで。え、マジ寝てる時？いや、今起きて、今起きた瞬間かな。女性の声で、はいみたいな、あいって聞こえたの。そっち、こっち。俺んとこ。俺も恭平が起きるちょっと前に起きたの、15分ぐらい前に。ああ、でこう寝てて、こう YouTube の動画見てて、そしたらここからスみたいな、ちょっとでけえ音が耳音でして、吐息というかため息というか、いや、なんかそういう感じじゃない、なんかシャーシャーみたいな、喜んでるような感じで。何それ。これこう聞こえて、えみたいな、なんかちょっと出遅れて、えってなって、YouTube 見てもまあそんなシーンなかったし、まあそんな耳元で聞こえるわけないなって。俺と今日上で寝てて同じようなタイミングで耳元で声を聞くっていう。一緒のやつついてるよね。すごい今ギャグっぽく言うけど、こうついてんじゃん、もう足こうやって。妙だね。でも結構明るく言ってけど、結構えげつない音量では。びっくりした。あ、そうなの。普通に「目」みたいな、なんでみたいな。起きた瞬間だからね、お互い。マジ聞こえちゃったみたいな。お前も聞こえたみたいな。寝起きじゃないけどさ、俺とドリもさ、そんなん前あったよね。あった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 。2階で言うと。そう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 。で声聞こえたみたいな。そうそう。でノリと目あって、あ、やっぱお前も聞こえたみたいな。俺もだから前にさ話して、下で女の人の声ねえっていう声聞こえた。それはお前一人だろ。それまた違うじゃん。1ミリも話聞かねえんだ。波長は一緒の人なの。ああ、なんかそういうの。また複数体いるから、俺と恭平が聞く人の波長が合ってる。顔に似てるのもあるし、聞こえるのが一緒と。で、あの魔界で波長が全然違うから聞こえない。聞こえてるって言ってんだよ、聞こえてるって。なんだ、嘘だ。嘘じゃないよ、お前は証拠人だろうが。なんだお前証拠人って。証人な。証人だ。魔界の言葉やめろ。魔界の言葉やめろ。まだ魔界さらけ出してた。え、今のは地球の言葉使い。え、何が、ここからこっち、こっち。え、嘘でしょ。それはいや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 、マジ。ここなんで。おーい、ん、完全に叩きましたよ。ドンドン。4時半で、4時半。あっ、何この音。あ、痛い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 痛
こんなキモい音ある。え、何何何、こんなキモい音ある。ちょっと待って、俺マジ怖くなってる。パニックってパニックる、パニックる。どんな音？何何何何、ちょっと待って、何今何だったの。シュルルルルルルって、マジで何で絶対入ってる。あんな音あんの、気持ち悪い音。え、無理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 。しかも俺がこうパッて弾いた時にテレビ一瞬真ん中光ってる。うっそ、無理無理無理。今の音本当にやばい、こっちの怖い。俺はその前になんか低い男の声聞こえたね。だからシーって言った。あー、そしたらドンからのキュル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 。なんで3つ目が一番怖いんですけど。ええ、聞こえてるね、今してるよね、うん、普通に声してるよね、普通に声してるね。こっちじゃなかった。俺こっち、俺こっ ち, こっち全員違う。なんで違う。いや、お前ら3人合ってる、俺だけこっち、はい、3つ目に行けないので、3つ目の映像をご覧ください。こう濡れてる。え、なんでこれ濡れてるで、ここだけ前白かったところが床が剥げてる。前白かったとこか分かんないけど、そこだけ床が明らかに剥げてる。ドアの下から濡れてる。え、何これ。下が濡れてたらここ濡れてねえとおかしくないか。うんうん、なんで下だけなの。ちょくちょく白いんだよ、ね、めっちゃびしょびしょ。でも白いの何マジで。そう、白いよね。そう、白がなんかよくわからない。おかしいよね。ほら、わかる、この色の違い、うん、全然違う。また水が出た。これ現れた、ね、出た水。これコメント欄の水死、ね、水のあるね、死した人なんじゃないかっていう説が濃厚なんですけど、うん、まあ久しぶりに出たというか、うん、まあ前もあったじゃん、うん、いいとして、ね、下だけ濡れてんのよ。このドアあるじゃん、そのドアも下だけ濡れてんの、うん、下だけなんか結露というか、うん、なんか水がなんか滴ってる感じ、ピタピタピタみたいになってるんだけど、もしこう誰かかけたとかなら、うん、もし上からこうなってるのかしら、うん、ないの、それは下だけピタピタピタってこうなって、うん、普通物理的におかしいもん。おかしい、うん、飛び散るはずだもん。普通人ができる領域じゃないのよ、うん、それはもう多分普通に不可解すぎ、本気出してるとしか言いようがないというか、うん、エリア広かったし、うん、なんか前まではさ、扉の前だったし、うん、若干も強兵の部屋まで入ってる。うわ、すごいじゃん、マジで。俺なのか、うい、トゥレイ、伸び方が変だよ。水だったら、まあ、ある程度こう一緒に行くじゃん。うんうんうん、そうだね。こうあって、こん、うわ、そこだけ、そう、もう細い。大丈夫、大丈夫、やばいのかな。めちゃくちゃ光ってたよね。そう、もう映す暇ないわ、もう普通に一瞬で消えるから、ね、一応用意はしてるんですけど、うん、でなんか声やばそう。一個マジでやばかった。クソ焦ったよ。何や、ほんとにこれであれこっち聞こえてないとかあったらもう俺やばい。いや、もうそれこそほんとにやばいわ。それはもうやばいと思う。俺らにしか聞こえてないってことだもん。絵はデカすぎるでしょ、音。あれはもう逆に入ってないとやだわ。最初の絵面よりお前らギュッとなりすぎてる、もう怖すぎて。めっちゃ真ん中集まってる。怖えよ。まあ何か分かる方いましたら、うん、ぜひコメント欄で教えてください、はいはい、お願いします。ということで、少しでも怖いなと思ったら、待って今、ね、あ、それ俺も聞こえた、うん、今のはきついわ、すごいね、きついわ。え、ここら辺ここだよね。そう、右ということで、はい、9月10月ちょくちょく日本投稿してさらに頑張っていきます。はい、頑張ります、頑張ります。怖いなと、少しでも怖いな、面白いなと思った皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします、お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイバイ。うわ、なんだなんだ今度は。やばくない、今のやばくない。何がでしょ、ねえ、全然聞こえないよ。そうじて俺耳よくね、うん、あずっと聞こえてるよね。今のはやばいよ、入ってる絶対。いや俺入ってないと思う。そう、全然聞こえない。自分の耳元でも結構ギリギリぐらいだったもん。ここから聞こえた、これ俺この辺って。全然聞こえなかった、みたいな。全然だね、もうめっちゃでかい声出してんのに、すげえな、ボリューム小さいみたいな。魔界の言葉やめろ。4時半。おい、ええあと思ったら、ひたすら夢と
走り続ける、ただがむしゃらに突き進む、もう一度きりの人生。